埼玉大勲章は中華民国の最高栄誉を称える勲章である。歴史的、文化的伝統の結果、埼玉大勲章は最高位勲章であっても、日本やロシア、フランスのような軽食ではなく、大受章及び青章からの構成となっている。勲章の中心には中華民国の国章が配置され、国家の覇権を表している。右肩から左下にかけて廃用。 1933年12月22日制定。同年の若月旧勲章条例において、埼玉大勲章と埼玉勲章が設けられた。埼玉勲章には、色で分かれた9つの等級が存在する。制定当時の英訳は、オーダーオードジェードであった。1941年1月24日の勲章条例で、埼玉勲章の他に、中山勲章。 境遇も勲章、慶運勲章が制定された。1938年6月、ドイツ空軍元帥であるエアハルトミルヒに一等彩玉勲章が送られている。2007年4月、民主進歩党のあまり正道は、彩玉大勲章の名称は、紹介石の母である、大埼玉から取られているため、台湾大勲章へ改名し、現行の中世勲章を廃止すべき旨を提案した。 しかし、これが採択されることはなかった。2017年9月、時代力量の林明さんや民進党の両僧や矢が、埼玉大勲章の名称由来を理由に再度、解明提案を行った。ありがとうございます。